昭和大学歯学部で新しく総合型選抜、いわゆる AO 入試を実施しましたが、どんな入試なのですか？はい、一次試験は書類審査、二次試験は教養試験、模擬授業およびテスト、そして面接です。はい、受験できるのは現役生だけですか？いえ、一浪生も受験可能です。また評定平均での縛りはありません。はい、二次試験の教養試験はどんな内容だったのですか？はい、英語と小論文、一般教養でした。英語はどのような問題が出題されたのですか？長文問題だけでしたが、受験した生徒の報告によれば一般入試以上に難しく感じたということです。小論文はどうですか？200字の小論文でゲノム編集について自分の考えを書くものでした。ゲノム編集についての知識がないと書きにくかったと思います。おそらく今後も医療系のテーマが出題されると思われます。一般教養と言われても雲をつかむような話ですが、実際はどのような問題が出題されたのですか？一言で言うと国語、算数、理科、社会といった感じです。国語は漢字の書き取り、算数は中学受験で出題されるような問題でした。理科と社会は中学レベルの基本的な知識を問うものでした。はい、模擬授業およびテストというのも分かりにくいんですが。はい、模擬授業は昭和大学の教員が新型コロナウイルスについての授業を行いました。授業の内容は新型コロナウイルスの正式名称、ウイルスの構造、罹患した場合の症状、ワクチンなどについてでした。メモ用紙は渡されます。メモは取れて、メモしたものは回収もされません。はい、新型コロナウイルスについての授業を聞いて、その内容に関するテストが行えるということですね。はい、その通りです。ただ模擬授業の後昼食休憩に入ります。実はその昼食会場に模擬授業を担当した教員が控えています。質問ができるようになっていますので、できれば質問した方がいいように思います。はい、面接はどういった面接ですか？ごく普通の歯学部の個人面接です。歯学部志望理由や昭和大学の志望理由、その他に提出した活動報告書や調査書などからの質問もあります。いずれも事前に十分な準備ができます。総合型選抜は推薦入試、学校推薦型選抜、これの前に行われます。評定平均の縛りもありませんし、一度はぜひ検討されることをお勧めします。はい、昭和大学歯学部総合型選抜についてよく分かりました。ありがとうございました。